渋い。渋柿を食べた時などの舌が痺れるような味。派手でなく落ち着いた趣がある。地味であるが味わい深い。今回は歴代のハム選手たちから後者を意味する渋い選手4選を紹介します。では参ります。2010年4番打者として打点王を獲得した彼の北の打点王と呼ばれた彼が、渋いなんて言葉当てはまらないだろう、そんな意見もありそうです。しかし私はあえて今回彼をセレクトしました。というのも彼はゴールデングラブ賞3回を誇る守備だけでなく、右打ちや小技が抜群にうまく、2012年には義打王を獲得しています。また最低限の仕事も上手で、2013年は義肥王にもなっているのです。強打者につきものの三振も少なめで、100三振を超えた年はありません。個人的には2009年スレッジの後ろで鬼の勝負強さを誇った6番小屋野がとても好きでした。派手さのない堅実な守備、9番打者というスポットを好むほどに無頓着な打撃。そんな選手金子誠は1996年から2012年まで二遊間のスタメンを死守し続けてきました。球団はより打てる選手、より走れる選手を二遊間に置くために何度も資格を差し向けました。その度にスタメンを取られそうになり、でも結局シーズン終盤には金子がショートを守っている。そんな姿からファンは彼をハムの低くて厚い壁と呼びました。個人的に歴代ナンバーワンで好きな選手です。今年の家にも88番を購入しました。スレッジのあのホームランといって伝わる人は多いのではないでしょうか。2009年乗りに乗っていた楽天との CS、 9回裏に3点差で放った逆転サヨナラグランドスラム。大志少年が初めて野球で泣いた瞬間、そして野球観戦にドハマりした瞬間です。ド派手なバッターに思われがちな彼ですが、実は20本前後で出塁率を稼ぐクラッチヒッター。チャンスを安定して任せられる、数字以上に頼れる渋さがありました。ちなみに髪型も渋い。若き日々は安定して3割を打っていた天才打者。アマチュア時代からプロを意識して木製バットを使っていたほどの渋さ。特に日本ハム時代は代打で出場することが増え、右の仁岡、左の坪井と代打の切り札としても活躍していました。なんといっても応援歌が渋い。履歴書応援歌と呼ばれ、ピエール青学東芝阪神坪井から始まる異端なものでした。なお歌詞に俊足飛ばしてとありますが、坪井は俊足ではありません。そこもまた渋いですな。と話していきましたが、いかがでしたでしょうか。この選手も渋いよねと思い浮かぶ選手がもしいれば、ぜひコメントで教えてください。動画に対する汚いご意見お待ちしております。チャンネル登録もぜひお願いします。ではまた。